なんかさ、よくなんかこう配信クリスマスがさ近づいてきてさ、クリスマス予定ありますか？とか、クリスマス配信ありますか？とかさ、めっちゃ聞かれたけど、普通の平日です。別に普通の配信と変わらん。仕事してる時は普通に仕事だったし、朝から夜まで。学生の頃は大会が近くて、ちょうどこの時期で練習漬け練習漬けです。マジで何も思い出ない青春だけどね。練習してたのも、そう、アンサンブルコンテストっていう少人数制のコンテストがこの時期なんよ。もう絶対に賞取りたいからガチガチに練習してた吹奏楽部でした。顧問とメンバーと過ごしてたね。少人数やね。彼氏とデートしてる子いないよ。できないだって練習だもん。平日でもなんか休みだったか全然覚えてないけど、土日とか被っても全然練習だったよ。なんかマジで家の用事か、まあ、体調不良以外で休めないし、なんならなんか体調不良で休むのもちょっとなんか罪悪感ある感じだったな。なんか私偏頭痛持ちだけど、頭が痛くても言ってた。まあ、でも熱とかは移っちゃったりしたらダメだから休んでたけど、まあ、偏頭痛はもうマジで良くなるから、昔からそれくらいなったらもう頭痛薬決めて頑張るぞって感じ。まあでも全然体調悪くても絶対に部活来なさいみたいな感じではなかったよ。けど自分が勝手になんか行かなくちゃなってなってたアンコンは特に大人数のなんか普通の演奏コンクール、夏コンとかはまあ人数はまあいるからあれだけど、アンコンって一人一つのパートしかいないから、一人抜けると音楽にならないんだよね。一人一パートだから、一つ音がなくなると完成しないくなっちゃうんだよ。だからもうインフルエンザとか流行る時期やん、この時期って。もうね、必死だった、風邪ひかないように、病気にならないように。そうなんよね、そう、インフルエンザとの戦い、恐怖なりませんように、絶対なってはいけないみたいな絶対になってはいけない。部内でオーディションとか、なんかソロとかはあったね、ソロオーディションとか、誰がソロ吹くかとか。ない曲もあったけど、怖いよー。インフレも怖いし、球技大会も怖かった好きなんだけど、そういうクラスマッチ、そう、突き指したら終わるから、もうしかも運動しないから、私たちは普段やんないものをやれって言われるじゃん。だからガチで怖かった。顧問も怖かった。絶対に怪我しないでねって言いに回ってたもんねそう必死だったよ、顧問も。うち私は怪我しなかったんですけど、っていう思い出かな、クリスマスは